みんなはロスタン・カンだよみんなはロスサントス市の都市伝説は知ってるいくつかあると思うんだけど今日はその中の一つ宇宙人のミイラが保管されてる病院に突撃しに来たからいいか、ね、ここだぞ、ね、みんなも知ってると思うんだけど1950年代初頭、えー ロス都市の郊外で謎の飛行物体が墜落したんだよねまあこの事件は瞬く間に政府によって隠蔽されたんだけどその時に回収された宇宙人っていうのがこの病院に運ばれたわけいいかここだぞ当時は極秘とされてたんだけど去年宇宙人のミイラが公表されたんだよね やりすぎロスサントスのカメラがついにここまで来たんだよね。今からパンダラの箱を開けに行くぞ。<laughs> あさ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 あこっちこっちこっち <laughs> ここですよ。ほら来た来たよー。<laughs> はーいぐる,ぐる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 。<laughs> その当時墜落した UFO に乗ってた宇宙人は残念ながら死んでたんだけど政府はそれを極秘にして研究してまあ DNA とか抽出してたわけ遺伝子操作とか新しい医療技術の開発とかしてたんだよねそのおかげで我々ロスサントスの人間はダウンしてもすぐに EMS が助けてくれるでしょう ね <laughs> 本当ならこんなひどい毛がひどいダウン状態すぐに治るわけないからなんで本当に見せたいのはこっちにあるわけ<え>これこれ 宇宙人のミイラなんだよねおーいパンドラの箱を開けたぞなめやがってこの宇宙人のミイラ 触っちゃってるよね <laughs> <laughs> がっつい触ってるねいいんですかはいこんにちは <laughs> えそしなそしな <laughs> そ<の>触らせてくれて本当とセンキュー <laughs> やりすぎロスサントスのカメラがついにここまで来たんだよね <laughs> もうこれ以上台本がないんだよね。<laughs> <laughs> うん、ってわけねそう信じ,信じるか信じないかはあなた次第 <laughs> 俺だ次第か俺だ次第だな信じようかな信じた信じたチョ <laughs>